はい、どうも、シアンです。わかる。もうとうとうこんなゲームにまで手出してしまったのかと思う方がいらっしゃるかもしれませんけども、なんかいろいろ下回ってなかった筋肉増速中やっていきたいと思います。いや、最初びっくりしてさ、知らない人はこの人知らないかもしれないんだけども、まあやっぱ筋トレーヤーの人とかは大体知ってる方で、パルンボ岩香さんっていう方なので、この人をフリー素材にしたゲーム出してる人がいたから、いや大丈夫かこれと思って一人謎のテンションになったんだけども、この人すごいんだよ。別にまあ YouTuber でも何でもないんだけども、まあ、YouTuber の人とコラボじゃないか、 YouTuber の人と筋トレのセミナーとか結構やってる人で、違うか、なんて言えばいいかな、セミナーやっててそこに YouTuber の人が参加するみたいな感じかな。まあ、この筋肉見ればわかるんだけども、もうかなりのベテランの人で、今はボディービルダー引退してるんだったかな。で、歯科医師なんだよ。歯科医師の院長さんで、だからすごいんだよ。この筋肉で歯をやるわけよ。あの小さなものを一発で歯抜かれちゃうよね。で、すごいお金持ちでもあるわけだよね。歯科医院長であったりさ、もうジムのセミナーやってる方であったりするわけだから。だから俺、ワンチャンこの作者さん訴えられたら終わるんじゃないのかと思って、もういろいろ不安になって調べちゃったの。そしたら、なんかフリー素材で提供してるっぽくて、だから多分大丈夫なんだと思います。焦った。俺マッスル業界にこんな恐ろしい喧嘩売るような方が出てきたのかと思ってね、焦ったけども、多分問題ないんだと思います。パルンボ岩香で調べれば出てくると思うんで、はい、まあ、YouTuber ではないです。まあ、ただ YouTube の動画で見たいって方はマッスルグリルとか、あとジンさんっていう筋肉 YouTuber さんがいるんですけども、そちらの方とたまに動画に出てるんで、うん、まあ、これを機にね、この動画を見て筋肉に興味を持った方はね、いろいろと調べてみてください。マッスルグリルのシャイニーあざみさんとか俺大好きですからね。はい、いきます。こんなところで自分の知識ひけらかせる時が来るとは思わなかった。始めるぜ。絶対楽しいもんこれな。この物語はフィクションです。登場する人物、団体、名称などは架空であり、実在のものとは関係ありません。わかった。本名出しちゃったんだけど俺。あば、はいはい、なんだよ、イモジェンって。違うでしょ、パルンボさんでしょ。パルンボって名前もなかなか面白いけどさ。いや、僕はイモジェン、筋トレ大好きの無職さん、無職なのか。でもね、無職だとしても、この筋肉になり得るのはかなりの努力を積んだ人だからね。うん。俺は無職でもあなたを尊敬している。僕はよく人に筋トレを勧めるんだけど、いつも嫌な顔されちゃうんだと思うの。わかる。あ、筋トレ勧めるよね。うん、やっぱね、健康的な体にもなるしさ、肌とかもすげえ綺麗になるんだよ。うん。でもね、やっぱきついからみんな嫌がるんだよね。寝起きのプロテイン気持ちあんたを飲む。すげえわかる。飲むんだよね。そう、朝一ってね、タンパク質が枯渇してるから飲むんだよね。おっ、超わかる。何このあるあるネタ。でも俺ね、 EAA 飲んでるんだよね。 EAA っていうのはプロテインよりもちょっと質のいいアミノ酸、まあタンパク質なんだけども、まあ、そっちを飲んだ方がいいよっていう情報が結構出てるから、俺は EAA 飲んでる。ごめん、多分ね、筋トレ知識ひけらかす動画になるかも。ビクビク。さすがに俺そこまで筋肉でかくないからな。僕の筋肉もおはようって言ってるよ。チュッキメイの寝起きのキスさ。ここまではひどくないけど、筋トレしてパンプしてる状態、張ってる状態の時は、まあ、こう筋肉をめでる時はある。うん、わかる。ピクって。さーて、今日も京都でお散歩をして筋トレを布教するぞ。ジムの割引クーポンもたくさん配っちゃうよ。散歩してる、筋肉が散歩してる。今日も楽しいお散歩だ。青い空、澄んだ空気、うっとりするような自然、そして僕の立派な筋肉、わーお。せめて服着ようぜ、パルンボさん。無職のお散歩ってなんでこんなに気持ちいいんだろうな。無職じゃないからね、この人。マジすげえから。一般の人よりもよっぽど金持ってる人だからね。努力の人だから。イモージェン。まあ、でもこの人がイモージェンだからな。そうだな。実在する人物とは関係ないからね。あれれ、あそこにいるのは？いや、もうバルンボさんじゃねえか。あ、近所に住んでるイモージェンさんじゃないですか。こんにちは。今日もお散歩してるんですね。お茶んぽ。お茶んぽをするときはお茶を飲もうね。ごく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 りんちょ。ね、カロリーがゼロだからね。そう。やっぱね、この体になってる人はね、ほとんどね、脂肪がついてないんだよ、これって。だからね、余計な糖質とか取らないために、ジュースとかは絶対飲まないんだろうね。それか、まあ、飲んでもゼロカロリーコーラとかさ、そういう、あの、カロリーがないものを飲んでるはず。うん。俺もそうだし。ちょっと待て、どう見ても同じ人間なのよ。まあ、顔そっくりですね。同じ人間なんてこの世にいないよ、めん。名前高橋さんに変わってるし。つけめん、僕イケメン、ふぅ。
なんかいろいろ足りない。なんだっけ、ラーメンつけ麺僕イケメンか。ってことは俺が誰か区切りどころ悪かったのか。ラーメンつけ麺僕イケメン風なのね。ネタが古い。筋肉ほう、レーザー筋肉 HG です。バチコ。この作者さん何なの。時代がちょっと時代が古いんだけど。いやいや、そんなことよりもどうしたんですか、その筋肉。筋トレを始めたんですか。いや、ついこの間会ったばかりなのにこんなムキムキに。ありえない。筋トレそんなのやってませんよ。筋トレをやりすぎて脳筋になったんですか。どういうことだ一体。筋トレをやってないんですか、荒木。あー、読めだ、誰だろうこれ、わかんない。書いてもらったんですか。どういうことですか。何かの作者なのかな。筋肉といえばバキだからバキの作者なのかな。わかんないわかんない、ちょっとごめん、俺これ元ネタわかんないわ。はい、さっきから何言ってるんですか。私の体型はいつもこんな感じですよ。さっきからドヤ顔で筋肉を見せてるじゃないですか。まあそうだね、ポージングがね。しかも乳首見えてますよ。チラ見せですか。エッチ。でも乳首見えないよこの画面。あ、見えたわ。ちゃエッチ。いや、あなたも見せてますけどねこれ乳首。ピクピク。やめろって。乳首なんて見えてるわけないじゃないですか。イモジェンさんどうしちゃったんですか。もういいです、僕を困らせるのもいい加減にしてください。僕はおちゃんぽを再開しましゅ。その滑舌なんなの。相変わらず変わった人だな。今日は筋トレを進められなくてよかったよ。よかったピク。やっぱ筋肉が反応してるけど。さっきの何だったんだ。高橋さんが僕とウリ二つになってたじゃないか。もしかしてドッペルゲンガーってやつかな。ラッキー。ラッキーなの。ドッペルゲンガーにやっちゃいけないって言うけど。ちょマジ、イモージェンさんおひさプニコ。誰がプニコだ。あ、この人がプニコね。あ、これね、これね、イージーバーって言ってね、これ筋トレキングの一つなんだけどもね。あのね、上腕二頭筋に効かせやすくなる。あとなんだっけな、上腕三頭筋とかに鍛えるときに使うんだよね。俺も持ってる、家にあるよ。ただね、これいいやつ買うとね、すげえ高いんだよね。だから俺安物使ってる。はいはい、戻ります。すぐ筋肉の話になる。うわマジじゃん、相変わらず筋肉じゃん。あんたは何目指してんの、無職のくせに。あ、じゃあ両方女子これもしかして。プニコとエモコね。また僕と似たやつが。君たちは誰だ。なんかちゃんとしっかりさ、このマッスルポーズ撮ってんのが笑っちゃうよね。はあ、似てねえし、何言ってんのこいつ。まさかうちらのこと忘れたの。高校の時にクラスが一緒だった。プニ&エモだよ。地味だったイモジェンくんがかまってあげたのにな。イモジェンくんをかまってあげたのにな。はい。なんで君たちまで筋肉なんだ。まるで僕が増殖したみたいじゃないか。はあ、頭おかしいの。増殖とかキモ。キモピク。何やよそれ。私たちは筋肉なんてないよ。ボインでプニプニのマシュマロだよ。マシュマロではないね。もうそこまで絞ってたらマシュマロではないね。っていうか、イモージェンの筋肉ってやっぱりすごいよね。触っちゃおう。触っていいなんて言ってないじゃないか。セクハラだぞ。一応女の子に触られたなら喜ぶべきなんじゃないか。まあ、旗から見たらマッスルが戯れてるだけだけど。私太ももの筋肉好きなんだよね。性格はなよなよしてるくせに。筋肉だけはたくましいね。サワサワ。太ももが好きなのか。あ、俺は胸筋の方が好きかな。あ、でもな、肩がね、肩かはな、肩が好きかもしれない。たくましく見えるしな。うわぁ、オタクくん挙動ってる。キモいね。ひど。やめないか。ドゥフン。なにそれ。私は群れの筋肉が好き。わかる。見るだけでうっとりしちゃう。優しく触っちゃうね。プニプニプニを。なんかギャグがちょっと古い。オフオフピク。もっとシャワってください。おい、喜んでんじゃねえか、お前。ビク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 。うわ、何興奮してんの。マジキモいんですけど。キモがられてる。はあ、うちらは筋肉が好きなのであって、あんたのことなんてこれっぽっちも思ってないからね。何勝手に勘違いしてんの。かわいいね。なんやこれ。かわいいピク。こいつキモいからもう行こう。じゃあね。行っちゃった。また筋肉触らせてね、オタクくん。あ、写真撮ろう、パシャ。おい、肖像権侵害やぞ。撮られてる、めっちゃ撮られてる。みんなにイモージェンの筋肉を見せてあげなきゃ。プロフィール画像にしちゃおう。おい、勝手に人の画像すんな。インプタに載せよう。なんやインプタで。インスタか。大喜びじゃん。おかしい、この状況は絶対におかしいぞ。おかしいピク。筋肉も反応してる。いくら日頃から筋トレを布教していたからといってみんなマッチョになるわけないじゃないか。しかも僕そっくりに。それ以前に本人は自覚していない。そんなことありえない。落ち着くために好きな声優さんのラジオを聞こう。ははは、急に声優さん出てきたよ。スマホのアプリを開き、ミーリョンがパーソナリティを務めるラジオを聞く。パーソナリティね。
でさ、それが臭くってさ、それでね、芋食べたらさ、筋肉がモリモリになってね、いやもうどういうこと？まあね、でも芋ってね、糖質取れるからね、あのね、なんていうの、筋肉をつけるご飯でね、なんだっけな、低脂質、高タンパクの食事を、なんていうの？言葉出てこなくなっちゃった。なんだっけ？低脂質、高タンパクの食事を心がけるんだ。そう、心がけることが大事で、まあ、芋とかってね、カロリー大体一緒だから、測るのに楽なのかもしれない。俺はあんまり芋で食べないけど、スパゲッティとかそっち系で食べちゃう、糖質は。くそが、筋肉はもうコリゴリだ！スマホあるか彼方へぶん投げた。その時、イモージェンは思った。スマホ投げのギネス記録を狙えるのではないかと。そんなギネスあるの？またやるや、もう一人背中。うわ、もうなんだっけ、掛け声があるよね。あなたの背中に鬼が見えてるみたいな。ちょっと俺そこら辺のボディビルダー大会の掛け声のあるまでは詳しくないんだよな。部長なんだ。いやー、イモージェン君久しぶりじゃないか。部長さすが、男は背中で語る的な。課長もいる。イモージェン君が会社を辞めて寂しくなったもんだ。それでビッグなビジネスはどうなったんだ。何、なんか夢があったのか、イモージェン。なんでみんな筋肉モリモリになったんだ。もうやだ。僕は逃げない。僕は逃げる。いや、じゃあ立ち向かってみる。僕は逃げない。いきなりどうしたのかね、イモージェン。ごめん、ちょっと今ちょっと思った。僕は筋トレアディクトたちを集め究極体になる。まさかあれをする気かね、イモージェン君。早まるな。どういう展開なのこれ。忠告ありがとうございます。だが僕はやる。8時だよ、全員集合。なんかいろいろ集まってきたんだけども、それ筋肉祭りじゃん。それお祭りだ。これどういう状況な。楽しい筋肉祭り、筋肉祭り。それここギニアビザウ共和国、治安悪めだよ。あっ何だこの展開。その時その場の筋肉が一斉に笑ったことによりカンブリア爆発が発生した。そして地球上のほとんどとほとんど生物は一瞬にして絶滅した。それは後にイモジェンの覚醒と乱心と呼ばれる現象となる。数少ない生き残りである線形動物は人間のいなくなった自由な地球の中、膨大な生命力で数々とまた間違えたわ、着々と数を増やしていった。そして50億年後、いやだいぶ時経ったな、過去に生存していた人間のような生物が突然変異で忽然と一体生まれたのだった。イモジェン、その寄生性線虫はタイムリープの能力を持っていたのだ。確か話が思った以上に飛躍した。いや誰、わかんないこの人においては。誰、みっちゃんって誰。それが僕ってわけさ。お、唐突な展開すぎるんだけど。え、なに終わったのかこれ。パクタソって書いてあるけど終わった。じゃあどうしようか、さっきの選択肢の逃げるとこ行ってみようか。あ、バッドエンドだったのかもしれないしね。じゃあちょっと待って、はいはい戻ってきたわ。じゃあちょっと逃げてみるわ。僕は逃げる。早っ。ちょ、スキップなっとる、スキップなっとる。ちょ、だいぶ知らない方出てきたんだけど、ちょ、待って、もう一回戻るわ、さっきのとこ。はい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 。僕は逃げる、もう一回行くね。僕は逃げる。おい、やだー。もうすごい揺れてる。だから新キャラ出てたよね、てか。10年後、おい、だいぶ経ったな。いや、僕はイモージェン。この世界の謎を究明すべく世界を旅しているんだ。なんで急に？10年経ってもなぜか体は衰えない世界不思議発見。まあ、筋トレやってるってね、結構大事だからね。こそごそ、ん？お、草むらに何かいるぞ。今日の食料は決まりだぜ。こいつら食べんの。デュフ見つけたぞ。僕の正義のために見つけた。なんか変なキャラ出てきた。スケベおじさん、名前。おはよう、今日も筋肉とっても素敵だね。おじさん二人きりになったらつい触っちゃうかも。なんちゃって、カレピよりも好きになっちゃったかな。なんかすごい人がいる。こんな卑怯に人なんて、君たちは一体誰だ。いやいや、知らない人だったんかーい。優しくね、おじさんがリードしてあげるからね。戸惑わなくてもいいよ、大好きだよ。やばいやばいやばい。おい、お前ら見つけたぞ。やっぱり防御は正しい。はよ、脅威正義のために。誰かまた来るの。うわ、また来た。なんか新キャラがさらに2人。やはり僕のブラッシュアップしてきたグランドデザインのソリューションは一般の方には理解が及ばないようだ。まあパジェクター噛んだ、噛まないでいけるかと思ったけど。まあパジェットはバッファにあるからね。それもビジョンのうちさ、意識高い系。名前。さあ君たちもブレインストーミングしたまえ。時代が遅れている価値観の意見も反面教師で必要だからね。まあ若者である僕の常に新たなアップデートしている価値観は高齢者である君たちには理解できないだろうけど。バカにされてる。春日2番、なんやその名前は。
何言ってんだおめえ、お前みたいなやつはな、殴って分からすのが一番なんだよ、暴力反対。ふ、君は僕がクラウドファンディングしている情報商材を買って勉強すれば少しは生産性のある人間になれるさ。君も少しはアジェンダしたまえ。出た、このやたらカタカナ使う人。僕は男女平等の実現のため に何も考えずに生きていて、すぐに流行に流される使いやすい金づるの女探しに忙しいんだよ。いや、クズすぎん。うるせえ、よくわかんねえことゴタゴタ言ってんじゃねえ、この野郎。ぶち殺すぞ、我のダチ呼ぶぞ、オンドレ。怒ってる。怖っ。おう、やっと、いや、おう、ワンちゃんがいる、ワンちゃんが。パルンボーさんね、ワンちゃんいっぱい飼ってるんだよ。このワンちゃんは、あれ、このワンちゃんいたかな、あれ、あれどうだったかな、4匹くらいいたんだよな、ワンちゃんが、確か。ごめん、あんまり、そこらへん記憶うろ覚えだわ。おう、やっとコピーが見つかったが、さっさと回収するぞ。え、コピーなの？いやー、ひやまひやしましたよ。最後の一体がなかなか見つからなくて。イモジェはコピーだったの？何言ってんだ？また僕とそっくりさんじゃないか。どうなってんだ？あんたら何か知ってるのか？いや、君が僕と似てるんだよ。似ていると言っても精神以外は全く同じコピーなんだけどね。何を言っている？この筋肉は僕が頑張って作った筋肉だ。お前が偽物なんだ。あのなあ、無職が暇つぶしに1日に10分の、うん ?1 日に10分の腹筋をや、あ、待って。1日に10分の腹筋をやったところでこんなムキムキになるわけないだろう。マジかよ、お前。筋トレって言ってたのに10分だけの腹筋だったのか。それは確かに嘘かもしれない。そんな、僕は1日10分の筋肉を頑張ったのに、そんな、嘘だと言ってくれ。まあ、自重でね、その筋肉になるのはなかなか難しいからね。できないわけではないと思うけども、自重トレーニングはマジで時間かかるから俺もおすすめはしない。使うんだったらやっぱりダンベルとかバーベルとかそういう重量系のものを扱った方が筋肉の促進には早いね。君の筋肉はフェローシャスエンジェルの実験で見せている妄想なんだ。プライドが高い人間ほど周りの人間もマッチョに見えるという効果さ。簡単に言うと筋肉ロジスティック方程式だね。それはちょっとわからないけども。じゃあ実際は犬飼いだけってことか、そっくりさんは。全国の無職に人体実験をしているんだな、密造。いや、最悪や。じゃあ、人体実験の、なんつうんだ、こういう、人体実験を受けたのが、イモジェンだったってわけか。被害者じゃないか。彼は虫を殺さぬ顔をしていた。それはきついことを平気で言う時の表情だ。おいおい、筋肉が、スルファ？あ、これ元ネタわかんねえ、俺も。歌ってんだ。あの団体に怒られないように歌詞に配慮してやがる。僕は S 君の家にプリントを届けに行ったんだ。その時見たんだ。S 君が首を吊っていたんだ。なんかすごい話になってきたんだけど。何の話してんだこれ。おいお、筋肉が道尾大輔先生だっけ、わかんねえわ。の小説を読んでるぞ。筋肉を使ってページをめくるのか、この筋肉からは面白いデータが取れそうだぞ。ね、筋肉が一人歩きしてる。イモージェン放置して一人歩きしてる。うちの犬飼は、テカラタケノコ実験や、お好み焼きパラドックス計画、ムレムレタイツの怪奇定理にも関わっているエリートなのだよね。話が飛躍しすぎて、俺全然わかってないんだけど。で、バイが、フェローシャスエンジェルの創業者であり、リーダーである監督ってわけよ。フェローシャスエンジェス、エンジェスは、家族のように誰でも受け入れる団体だよ。心が傷ついている人は、優しくて甘い言葉で気持ちよくなった後に、月月火水木金金の精神で、神である私にお金を落とそう。もうね、かわいそうなんだけど、ずっと働いてるんだけど、土日がない。何が監督だ。僕は何があってもこの肉体は離さない。まあまあ、バブバブ、チュパチュパ、ハウハウ、意味がわからない。どういうことなの？くっ。母性本能に訴えてきやがる。キャーいいぞ、訴えられたのあなた。捨てられた子犬を見ているようで、僕が全てをお世話してあげたいって気持ちになってきたよ。じゃあもう世話してあげて、責任持って。バブ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 。そうだ、ワイにいい案がある。なんで沼村で決着をつけないか。これスマブラでしょ。面白いこと言ってくれねえじゃ、待って、面白いこと言ってくれんじゃねえか、うん、普通の日本語に戻った。よし、トーナメントの準備するよ。全世界にも配信するぜ。マジか。視聴者20人ぐらいしかいなそう。いっぱいいる。3時間後。これまでの筋肉ライブ。なんと私が沼ブラ大会にみんなの勧めで出ちゃった。なんかのネタだろうな、きっと。順調に勝っていって決勝まで勝ち上がりました。やったじゃん。さあ、非公式秘境沼ブラ大会沼ブラ1もグランドファイナルリセット、最後ゲームまでもつ、最終ゲームまでもつれ込みました。実況は私、ゼネラルです。ゼネラルさんね。解説は私、ASAP です。今回の決勝のカードはかなり熱いですね。
まあ、暑いっつったってのは素人の集まりだしな、これ。いや、待って、ワンコがすげえとこにいるんだけど。イモジェン側はネズを選択。ネスか、わかった。ドクトレーナー側はジョーカーを選択しましたね。ステージは沼村です。ショーカーか。ジョーカーだったらね、結構ガチキャラだしね。なんか、初心者だとあんまり使えないって言うよね。さあ、試合が始まりました。ネズの差し込み、差し返しに注意したいですね。序盤はお互いにダメージレースをしていきます。おっと、ジョーカー、大座上、大空上落としかな。まだ続く。まだ、いつまで続くんだ。まさか、やってしまうのか。あ、これ一発で、場外に。そして、上沼撃墜、決まった。2分後。お、どちらも残り1ストック。そして、どちらもバースト圏内のこの状況。おっと、トレーナーが仕掛けるか。なんか、すっかりスマブラネタに変わってる。トレーナーが捕まえて、トレーナーが画面端。バースト読んでまだ入る。トレーナーが近づいて、トレーナーが決めた。あ、トレーナー決められちゃったじゃん。沼ブラ1優勝。今日一番強い男はドッグトレーナーだ。ダメじゃん。イモージェン終わったじゃん。よっしゃねえ、この歌。まさか僕が負けてしまうなんて。イモージェン、ありがとう。最高に熱い試合だったよ。犬飼い、僕の筋肉はお返しするよ。よー、今の試合最高にブラボーだったよ。いや、本当さ、それでいいニュースと悪いニュースがあるんだ。なんだ、監督。まあまあ、そんなに焦るんちゃうね。まずは悪いニュースからだ。あ、順番だ。そんなもん何でもいいんだよ。フェローシャスエンジェルは解散する。今ここでだ。何なの一体。唐突すぎ。What? そしていいニュースだ。同盟でプロメーカー、なんでだよ。プロゲーマーチームを発足する。まさかプロゲーマーになるとは。おうシッツ、おいおいおい、軽くちびっちまったよ。なんてグレートでクールなアイディアなんだ。おいおい、俺は今最高にハイの気分だぜベイビー。イモジェン、ワイドチームに入ってくれないか。なんか無職からプロゲーマーになんか就職したんだけど。あんたら呆れるね。ハッピーエンド。これこの筋肉を見ればわかるだろう。答えはイエスだ。そうイエス、そうでなくちゃ。ふわ、軽くいっちまう気分さ。これから共にフェローシャスエンジェルで頑張ろう。でもその前にいつものバーのウイスキーで乾杯で決まりだな。俺の史上最高のライバルさん。おうよ。いちいち言わせんじゃねえよブラザー。僕の新たな人生が始まる。いや、僕たちの新たな青春が始まる。俺より強いやつに会いに行く。ハッピーエンド終わった。なんかハッピーエンドだったっぽいわ。はい、ということで筋肉増殖中、ここまでとさせていただきます。面白かった、個人的に。ちょっとね、筋肉ネタが、筋肉あるあるネタがね、ぶち込めたりしてね、面白かったですね。これね、パルンボさんって方ね、食事とかもね、奥さんいるんだけども、全部自分で管理してるからね。朝の食事とか面白かった。あの、卵と卵白。違うか、卵黄は捨ててるんだよな、確か。卵黄、あれ食べてたかな。あんまり食べてないんだよね、卵黄自体は。基本的に白身、タンパク質をメインで食べてた気がした、確か。まあ、マッスルグリルさんの動画でしか見てないから、それが本当のなんつうの日常の食生活なのかは分かんないけども、まあ興味のある方は調べてみてください。はい、マッスルグリルパルンボ、ジンパルンボで調べたら出ると思います。はい、ということで、それではシアンでした。みんなもマッスル頑張ろうね。またね。